皆さんこんにちは、朝日です。今日は前回に引き続きシンガポール独立50周年ということでご招待いただきましたので、今回はシンガポールを代表する老舗ホテル、ラッフルズホテルをご紹介していきます。ここはずっと昔からあるホテルで、今年で128年目、だからシンガポールが独立する前からあるホテルなのね。外観も内装も趣があってとっても素敵なので、ホテル丸ごとご紹介していきます。それではまずルームツアーからいきましょう。今回私が泊まったお部屋は265号室の2階のお部屋になっています。このピンポンもまた可愛くない？この大きさわかる？もうなんかアリスになった気分っていうか、本当にね、本当に大きいのね。ホワイトチョコレートみたいだね。はい、ということで入っていきます。でもね、鍵はオートロックになっています。カチャ、はい、開きました。こちらがお部屋入ってすぐの風景でございます。こうね、絵もあったりとか、またこのカーテンのカラーもレトロでいいでしょ。全面鏡がありーの。そしてですね、ベッドルームのライトだったりとか、もうライトもね、ここにあります。ではでは、まず最初にこちら見ていきましょうか。バスルームですよ。バスルームすごくない？いいでしょう。この何、この薄いグリーンの感じがさ、とってもレトロで可愛いの。もうこの開放感やばいでしょ。この窓も可愛いでしょ、この丸い窓がね。で、このバスタブのね、ここ超可愛くない？このシャワーもすごい可愛くない？超可愛い。そしてそして、こちらが洗面台になってますね。シンガポールのお水って水道水飲めるんですよ。すごい綺麗な、ちゃんと貯水しているので、なのでちゃんとコップもあって、歯磨きとかした時にちゃんとブクブクペーできます。で、もうドライヤーもすごいかかり良かったし、ここにね、ティッシュもあります。そしてそして、こちらおトイレがあって、で、ちゃんとね、シャワールームもついてるんですよ。これもすごいありがたかったです。ではでは、別のお部屋も見ていきます。こちらメインルームになってますよ。いきますよ。はい、すごい広いでしょ、こんな感じ。そして天井もぴゃーん、すごく高いです。なんとこのラッフルズホテル全室スイートルームになってるんですよ。なのでこちらもスイートルーム、スイートルーム。まずこのダブルベッド、いいでしょこの大きさ。わあ、すごく寝やすかったの。このベッドもそうだし、枕もね、もう一瞬で眠りにつけることができました。ありがとうございます。で、この両方についてるね、ライトも可愛いですし、こういう家具とかもね、可愛いよね、レトロで。この鏡もね、ちょうど見てわかる通り私の顔の高さなの。だからちょっとね、アクセサリーつけたりとかするときにね、すごい使いやすかったし。そしてこちらがクローゼット。タラン、タラーン。昨日買ったお洋服もね、嬉しくなって入れちゃいました。ここがね、金庫になってます。で、この枕元にライトだったりとか、あとはエアコンだったりとかね、全部操作できますし、枕元にはお水もしっかり置いてあります。はい、そしてそして、こっちから見るとこんな感じ。あちらがテレビ、タラン、テレビなってますね。で、ここにもね、鏡があって、この家具もすごい可愛い。はい、ということで、みんな気になっていたであろうこちらの奥の部屋入っていきたいと思います。ちなみにこの窓とかドアとかね、閉めることができるんですよ。閉めるとこんな感じ。夜寝る時とかはね、ここを閉めてもね、いいかと思います。はい、では入ってきますよ。このね、グリーンがあるのもいいですよね。ゴー、行きます。たらーん、こんな感じ。またいいでしょ、このレトロ感、超好きです。この窓、このカーテンもすごくない？こんな大きいカーテン見たことないんだけど。で、こちらがデスクになってます。ちょっとね、編集とかもしてたりとかして。で、あとね、嬉しかったの、シンガポールのコンセントってこの形なんだけれどもね、あの日本のやつもここ刺さるようになってて、すごいありがたかったですね。コーヒーフリーです、ありがとうございます。そしてTWG のお土産にもね、結構使われてますよね。これも飲めます。さすがです。そしてここには冷蔵庫がありの、
スナックだったりとか、あとグラスが入っていたりします。このソファーもまたいいんですよ。ここからね、このカーテンとか外を見ながらね、なんかこう贅沢な気分を味わってました。フルーツもあります。お花もあります。このフルーツもね、食べてよくって、このブドウがね、美味しかった。種なしで。そして外見てみましょうか。外は、はい、こんな感じで、意外と都会です。外は結構近づかないと外は見えないんだけれども、まあね、この薄いカーテンがあるので、これを閉めていればちゃんとね、プライバシーも守れますよと。そして外にもね、出ることできるんですよね。そう、ここからも入れるみたいなの。この廊下超気に入ったの。はい、ということでお部屋はこんな感じになります。続いてホテル内の施設を見ていきましょう。敷地はこの通りとっても大きくって、宿泊者以外でも入れて観光名所にもなっているところもあります。外観は素晴らしいほど真っ白で、歴史や古さを大切にしている素敵な佇まいをしています。エントランスでは名物のドアマンが迎えてくれますよ。そしてロビーへ向かうと、 Thank you! うー、すごい、すごい。3階まであるのかな。めっちゃ開けてる。このライトがまた良くない？暗くなると外のライトもついて本当に綺麗でした。夜散歩をするだけでもすっごい気持ちいいと思います。プールやスパもあって、昼間はのんびり過ごすこともできます。ロビー階にあるラッフルズグリルでは女性のソムリエが数名いるので、女性でも飲みやすいワインをおすすめしてくれたり、その隣にあるティフィンルームはハイティーというデザートやビュッフェが楽しめる時間があって、そのために人が来るほど行列ができる人気店でした。そしてお酒が飲める方にぜひ行ってもらいたい名所が、シンガポールスリングが生まれたロングバーです。今年で100歳のシンガポールスリング、元祖シンガポールスリング、いただきます。うん、飲みやすい、甘い。なんかこれお酒ですよね。なんか結構飲みすぎてしまいそうなぐらいすごく美味しい味、トロピカルで。そしてそして、ここの名物はもう一つ、落花生がいっぱい入ってるの分かりますか。ここはですね、このね、もう落花生、皮のついた落花生をおつまみにするんだけど、この殻をね、そのまんま捨てちゃっていいんですよ。だからね、ここの床はピーナッツシェル、ピーナッツの殻がいっぱいあるの。これを食べながらシンガポールスリングをいただくというね、シンガポールスタイルです。これが、乾杯。同じくロングバーステーキハウスでは最高に美味しくって人を幸せにするステーキがありますので、こちらもとってもおすすめです。ということで、ラッフルズホテルツアーいかがだったでしょうか。もう最高にリッチな気分になりましたね。日本語喋れる方もいらっしゃるので、全然英語わからないっていう方でもね、泊まりやすいところだと思いますし、もう何よりもね、このお部屋もいいし、この中で全てなんかリッチな気分で味わえるっていうのはね、本当に良かった、本当に良かった。特別な日にね、ぜひ皆さんも宿泊してみてください。で、宿泊しなくてもバーだったりとかはね、来れるので、シンガポール来た際には寄ってみてください。そして今回シンガポールに一緒に来たカズさん、そしてマスオさんの方でもシンガポールのね、いいところをまた別のところを回ってますので、気になった方はお二人のチャンネルもチェックしてみてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。それじゃあまた明日、バイバイ。